放送のバイキングフジテレビ系で、坂上忍が野々村誠が被った数千万円に上るとされる詐欺被害を暴露した番組では、芸能界を引退した江角真紀子さんと不倫関係が報じられた A 氏との関係を取り上げた。江角さんは A 氏も関わった詐欺事件の被害者だという。さらに先日、一部週刊誌が江角さんと A 氏が共同事業を計画していたとも報じている。出演者らが芸能人の詐欺被害について議論を交わす中、坂上がおもむろに、まこちゃん、野々村、もね、騙されるのは得意で、何回か騙されていますよね、と暴露しだした。続けて、テレビでどこまで言えるかわからないけど、数千万、と言い、その被害が巨額であることをほのめかす、突然。の暴露に野々村自身は慌てだし、言えないです、言えないです、と即座に発言を拒否。ただ、坂上が、あなたも気持ちわかるでしょ、なんで騙されちゃうの、と尋ねると、野々村は、養うべき家族がおり、今後の芸能人生に不安な気持ちがあったとき、そうした相手につけ込まれるのだと証言する。そこで坂上が、このビル買ったら、何千万、と野々村の詐欺被害の顛末をさらに詳しく明かそうとする。これには野々村もたまらずひな壇から降りてきて、坂上を止めようとした。ここで番組は CM へ。野々村は最後、何にも買ってませんからね。何にも買ってない。本当にお願いします。と悲痛な声で訴え、両手を合わせていた。